どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲、どんどん弾いて歌う弾き語りができるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日も始めていきましょう。今日はパワフルな一曲、こちら、ドン !TOKIO の花歌お届けしたいと思います。もうこの軽快なね、今春ですから、もう周りを見渡せばもういろんな種類の花がですね、こう咲き誇っておりますけれども、そんな中この TOKIO の元気ソング花歌、歌ってまいります。2002年の曲ですからですね、もう今から22年ぐらい前です。ねえ、なんか時の流れは早いですけど、こう音楽ってね、時代が変わってもずっと歌われるから、やっぱりすごいなと思います。はい、本日は G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレと、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。はい、ただいま G ラボウクレレでは G ラボ祭り、はい、5月の25日の開催に向けて準備しております。これすごいですよ、ここにも書いてあるけど、総額100万円分のプレゼントが、ライブ配信、オンラインライブ配信イベントのそのライブ配信中に抽選して当たった人には電話をかけてもりもりやっちゃおうというすごいイベントです。参加条件は G ラボウクレレのユーザー様であればどなたでも無料で参加できます。詳細概要欄に貼っとくんでチェックしておいてください。みんな参加してくださいね。そしてあとこれ。はい、出たばっかりのガズのめちゃくちゃいい本。これ楽譜の本じゃなくてエッセイ本です。ご機嫌ガズレレディーズ主婦の友社さんから全国発売中。こんな感じでね、いいことめちゃくちゃ書いてあって写真も盛りだくさんでですね、これ、弾き語りをやる上でも欠かせないことがいっぱい書いてあると同時に、ね、このご機嫌でね、日々暮らせるというね、もうとっておきのことがいっぱい書いてある。めちゃくちゃいい本です。ぜひ読んでください。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。これね、歌ってみたらわかるんですけど、結構、次から次へと歌詞がやってきてですね、めちゃくちゃゆっくりやってもかなりね、歌がね、すごいですよ。はい。なかなかすごかった。はい。で、後半はもちろんかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはそこにね、跳ねたリズムなんですよ。これシャッフルのリズムでやる、8ビート。これがめちゃくちゃ心地がいい。ウクレレで弾くにはね、もう最高のこのね、軽やかなリズム生み出せるようになります。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。まずは、皆さん音楽をスタートしましょう。さあ、今のところでちょっとお勉強してもらって、これからの人生、自分の手でね、自分の大好きな曲をウクレレで生み出せるわけですから、これはもう最高なことになると思います。ガズレレで音楽、もりもり始めてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。TOKIO の花歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ああ、花が咲く。One, two, three, four. TOKIO の花歌ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。いいですね。なんかこうパワフルな曲なんですけど、歌詞の中にはすごくメッセージ性も含まれてて、よく歌詞読んでくださいよ。そんな歌詞の内容も含めて心を込めて歌いましょう。花を見つめながら歌うとかね、最高だと思うんですけれども、はい、まずはゆったり気分でね、今のシンプル簡単バージョン結構ゆったりだったんですけど、もっとゆっくりやってもいいかもしれないです。言葉がやっぱ畳みかけてくる曲なんで、慌てちゃいますんで、はい、ゆっくり奏でる、これがポイントになると思います。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。1番の部分を全部やって、で、サビをやった後に、もうね、本当は2番がそこに入ってくるんですけど、そこをちょっとね、ショートカットさせていただいて、途中のブリッジパート、無口でもさあ伝え、あそこちょっとびっくりしたでしょ。いきなり3連のリズムというのが出てきました。123、123、タン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 。ちょっとテロップにもこんな感じで表記しといたんだけど、1個のコードで3回弾くってわけですよ。ここはちょっとね、動画を見てもらったらなんとなく、あ、こういうことね、こういうのリズムが変わるんですよね。これ展開していくんですよ。はい。これも面白い曲だなと思って、こう展開を含めたシンプル簡単バージョンアレンジだったんですけど、そこの部分をやって、最後またサビに戻って終わったよというのがガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。フルコーラスでやりたい方も、まずこのガズレレバージョンでね、練習してください。これでもう3分以上あるね、ボリュームになってますから。はい。で、フルコーラスでやるには1番のコードを元にして、どんどん歌詞を書き加えていくと、いずれできるようになりますので、それもね、慣れてきたらやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで一緒に練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんと、がやっていた今のシンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習してもらって、一緒に演奏するだけでも結構大変ですよ。やっぱり言葉がどんどんやってくるんでね。はい、そこを目指して練習スタートしてください。簡単バージョンと一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを乱して音楽を乱してほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、まずは楽譜練習がいいと思います。で、楽譜を何回も何回も見ているうちに、自分の中でスッとこう覚えてきて、夕日に向かって、花に向かってこうね、青空に向かって歌っていく、これが素敵だなというふうに思うわけですけども、でも楽譜って言うけど、どこにあるんですかって聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はガズさんのこの手書きのノートに書いた、このガズの手書き楽譜、これを見ながら今演奏していきましたと。で、これもうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げている、ガズレレレッスン動画で使った手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様にお手元に、毎月5曲、しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね、その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでね、ご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このね、ガズクラブは楽のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズオンが行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がね、あちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートのチャとかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけるとめちゃくちゃ濃厚で、どんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていくすごい面白い体験になると思います。あと、毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけど、いつでも聞けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことをですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。花歌 TOKIO です。2002年リリースの名曲でございます。はい、これイントロは F と G、これワンブロックだけなんですけど、これかっこいいバージョンはですね、ちょっとここを、ダカダダカダダッターって感じでちょっと決めていきますんでね。はい、これちょっとかっこいいバージョンでお楽しみにしておいてください。で、こんな風に歌が始まっていきますが、このね、言葉のタイミングというかね、結構ね、リズムがね、思ったより早いんですよね。ウキウキ気分でやると。そこがポイントですね。で、ここちょっと見てもらうと、はい、ここ、トットタ、トットタって書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンでこうリズム変わります。こんな感じで、下に書いてある、このやつは、かっこいいバージョンに向けてのメッセージですね、大体。で、ここも、ちょっとここいろいろ書いてあるんですけど、コードが変わったり、リズムが変わったりするって、これ、なかなかこの曲、かっこいいバージョンもリズムが複雑というか、いろんなリズムが入ってくるんでね、面白いんですけどね、なかなかすごいことになってますよ。で、あと、ここにコードが変わってるのも出てきます。ここにもコード変わってますね。ここ Fm、はい、G7 とこう置き換えてるんですね。この辺が、かっこいいバージョンと簡単バージョンの違いなんですけど、そこをちょっと認識していただいて、こうやって映しとくので、お時間ある方一時停止してほしいんですけれども、今日はですね、ちょっとこの、場所の節約もあってですね、この、A メロの部分のところ、ワンブロックちっちゃくなってます。なんでちょっと読みづらくなっちゃってるんですけど、つまりこれね、今日1枚に収まってますけど、もう余裕で2ページに本来だったら渡る、楽曲でございますが、はい、ここら辺がちょっとワンブロックの大きさがこことここで違ってますからね。この A1 って書いてあるところが、短くなってます。はい、で、ここがサビの入り口になってますから、ちょっとここややこしくてすいません。ちょっとね、このはみ出す部分があってですね、A メロで。で、ここが、はい、鳥が飛ぶ。ここからサビになっています。この辺がちょっとは、キーポイントになってますよ。ということで、ちょっとね、そこら辺が注意ポイントですけれども、こうやって画面に映しとくので、ひとまずまずサビをね、映しとくから、これ書いてくださいということなんですけど、今紹介させてもらった画像クラブで、今この映ってるガズさんの手書きノートの、デジタルデータの、楽譜をですね、お手元にダウンロードしてもらうのいいと思います。ガズクラブです。それがガズクラブです。これはめちゃくちゃガズクラブってね、まあ、やっぱ、有用ですよ。画像のノートの特徴を見てもらうと、ここに、点が書いてあるでしょ。これリズムがわかります。あー、花が咲く。これでリズムです。C から Em7 は花で変わる。あー、花が咲く。くで Am。うん、り、ゆ、ゆで F。ゆもないけど、はい、どで C。こんな感じで、めちゃくちゃわかりやすいです。はい、で、あとは歌詞カードに載ってない、これ伸ばすところ。あとはワンブロックに対しての位置関係がすごい参考になるね。手書きならではのアナログなところがね、めちゃくちゃ参考になります。ぜひガズクラブにご加入いただいて、デジタルデータダウンロードしてもらうのもいいと思いますが、お時間ある方はこの通りに書いてもらうといいと思います。はい、まずはサビ1ですね。で、ここから A1。ここがちょっとだからワンブロックちっちゃいです。要注意ですね、ここ。ね。ちっちゃい。で、ここコード変わってんですよ。かっこいいバージョンで。Fm というコードに。この辺も注意ポイントかなと思います。で、かっこいいバージョンでは、ここのリズムがね、ちょっとゆったりビート、ダウンビートっていうリズムになるんですけど、これは後半で解説していきます。ひとまずは今、映しといてください。書いといてください。で、A メロここまでで、で、こっから、普通の2番のサビになるんですね。あー、鳥が飛ぶ、つってここにどんどん行きますよ、と。こんな感じです。ですか？そしてこのサビの2のところのここで C が2ブロック入って、ここちょっと間奏っぽくやって、ここでリズムを緩めて、さっきのこのブリッジパートです。無口でも、ここは3連の、ゆったりビートっていうことなんですけど、123、123、12、さっきも言ってる、ここゆったりですね、ブリッジパート。はい。ここをちょっと不思議なゆったり気分になって、ここでリズム戻ります。はい。励ましてるから、ここで D7 で伸ばしといて、で、ここでサビ1に戻る。サビ1っていうのはここですね。あー、花が咲く。こうやって終わったよ。というのが、ガズレレの簡単版、ウクレレガズレレアレンジでございました。さあ、出てくるコード見ていきましょう。今日ちょっと場所がなくなっちゃったんで、ちょっと文字だけですけど、これはかっこいいバージョンで出てくるコードですね。シンプル簡単バージョン、今映ってるこのコード。言っていきます。C、A マイナー、F、C、A マイナー、A7、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー3。結構いっぱいコードがありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9個出てくるわけですね。今日9個のコードです。コードたくさんあるかなというふうに思うと思うんですけど、これ安心してください。入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで安心してください。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単。簡単。なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中ですごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね、URL 貼っておくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。その前にかっこいいバージョンではね、これからいろんなリズムがね、登場するんですよ。これが結構いろんなパターン、リズムパターンが登場するんですけど、まあそうするとですね、まあ歌がですね、どんどんなんていうのかな、さっきまでできていた、歌えていた歌が、リズムが変わるだけで歌えなくなったりするんで、ここはまずは歌をしっかり聴き込んでものにしといてくださいね。はい、そういうわけで、ここからね、かっこいいバージョンなかなか奥が深いことになっております。かっこいいバージョンでは1個だけコード追加、F マイナーです。F マイナー、これちょっと押さえづらいコードで有名ですけど、押さえる場所はこことここの3箇所、こうやって押さえるか。あるいはこうやって押さえるかです。ウクレレ持つ位置が低い人は親指を使う。ガズさんも親指。ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指を使ったり、こう使い分けがいいと思います。はい、F マイナーちょっとね、難しいなという方多いんで、F マイナーのコードを押さえるのを徹底的に解説した動画を概要欄に貼っておくんで、これも参考にしておいてください。この F マイナーを使ってかっこいいバージョンをやっていきましょう。はい、追加されました。で、今日出てくるリズムなんですけど、いきます。今日出てくるリズムはこちら。8ビートのチャと、ガズペジオと、ダウンビートイコール16ビートのチャって感じなんですね。ダウンビートってリズムがドーンと落ちるんですけど、16ビートのチャのリズムが参考になりますというですね、こういう不思議な表現になるんですけど、まあ、16ビートのチャっていうか、アイランドビートっていうか、まあ、ちょっとこれは後で解説していきます。こんなようなリズムになっております。はい。このリズムの解説はですね、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画で、アップロードされてますんで、それをちょっと見ていただきたいんですけど、基本的には8ビートなんですけど、なんつったって今日一番大事なのはこの跳ねてるリズム、シャッフルというリズムですね。シャッフルのリズムっていうのはどういうことかというと、普通のリズムは1、2、3、4じゃないですか。シャッフルのリズムはどうなるかというと、これが1、2、3、4、チャッカ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 、1、2、3、4、ドゥッパドゥッパドゥッパ、こんな跳ねたリズムになってるんですよ。そうすると同じ8ビートのチャをやるにも、跳ねてない8ビートのリズムいきますよ。8ビートのチャ。これ跳ねてない。じゃあこれが跳ねるとどうなるかやってみましょう。せーの、3、はい。感じ変わったでしょ。ダンダタンダタンダンダタンダタンからドンダッカチャッカドンダッカチャッカチャッカチャッカ、これがキーポイントです。この跳ねてるっつうのはなかなか難しくて、口でまず言うといいと思います。チャッカ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 1、2、3、4、チャッカ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 1、2、3、4、こんな感じでシャッフルのリズムに跳ねたリズムに練習するのいいと思います。はい、そしたらですね、ちょっといきなりどんどん解説していきますよ。まずイントロなんですけれどもですね、すごいことになってます。いきなりちょっと面白いリズム。1、2、3、4。これがイントロです。ダダ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 ーン。ダタタタタタタッチャーンですからね。右手でダダダダダダダで止める。ここで、チャみたいな感じで。G7。ちょっと手だれの方はカッティングで止めるでもいいです。はい、これだけなんですけど、結構これ難しいと思うよ。手首柔らかく、ちょっとね、3連のリズムなんですよ。1、2、3、1、2、3、3、こんな感じででトトトテね。これ面白い。1、2、3、4。長さくと入ってきます。で、サビはさっき言ったように、シャッフルのリズムでやる8ビートルちゃん。長さく、かっこいいでしょ。理由もないけど、で、この後、今日、なかなかすごいこといきます。いきますよ。理由もないけど、理由もないけど、肩落とすこれ、はい。ツックパン、ツックパン。あ、今日だからカッティングもあるな。ツックパン。最初にこう、カッカッ。弦を触れて、これカッティングって言うんですよ。クックパン、クックパン。こんな感じです。裏で来るリズムですね。肩を落とす、僕の絵、次、ほほ M のところで F マイナーにコードを変わって、ツッタダッタダッタダッタ、ツタタタタタって書いてあるけど、これはね、最初にチャを弾いておいて、チャッパパッパパッ。今日は、跳ねたリズムシャッフルなんで、チャッパパッパパッパパッパみたいになります。ちょっと最初からやってみましょう。花が咲く跳ねたリズム8ビート、理由もないけど、次裏できますよ。肩落とす、はい、ここで戻る、ドンダダンダダンダダンダ。すごい。もうサビでいきなりこの、ツッツター、ツッツター、ツックパー、ツック。これ結構ね、リズムヨレヨレになっちゃって、ここが速くなるんで。ピタッとすん、はい。で、ここはサビで毎回これ出てくるんですよ。ここでリズムを安定的にこうキープするっていうのがめちゃくちゃ大事になりますね。ここ要注意です。はい。で、あとこの、ツタタタタみたいなのいっぱい出てきますんでね。で、その次行くと、たら咲き誇る、偉くもないけど、泣き出しそうな僕のために、次、舞う花吹雪、すっただだだった、ちょっと違う、すっただだだったって伸ばして、この後、ガスペジオに変わるんです。ガスペジオはね、ここ一瞬なんですけど、タンコタンコトンコトンコ、シーセブンエブ。これ、跳ねたリズム、シャッフルのガスペジオなんで、結構難しい。タンコタンココンココンコ、キンコ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 、ちょっと早いです。普通のガスペジオだと、タントン、タントン、パンポン、パンポンってこういうイメージあるかもしれないけど、これをちょっとね、こう、雰囲気で使うと、タント、タント、シセプ、結構忙しいです。これ面白いんで、ぜひトライしてみてください。難しかったら普通に、ジャンジャンガジャン8ビートで、ちょっとここは軽めに弾いといて、で、ここ A メロ。痩せた時代の、ここね、ダウンビートといってリズムがドンと落ちたいんですよね。この曲、8ビートの主体のリズムなんですけど、ここは16ビートのリズムが参考になります。ということで、楽譜で表すとこういう風なんですけど、もう、聞いたノリとしては16ビートに乗ります。ちょっとやってみます。せーの。痩せた時代。だからこれ、アイランドビートってやつだな。南に移る。またここから、ガサつく。ここで8ビートに戻るんですけど、こういう風に8ビートの尺の中で、ゆっくりしたリズムがドーンと落ちるのをガズレレではダウンビートっていう風に言ってて、その時に参考になるのが16ビートのリズムなんですね。今日さっき16ビートのチャって言ったけど、このアイランドビートの方が合うかもしれない。今日は、ドンドンゴ、チャッカチャッカ、F マイナー、チャッカドン。このアイランドビート、これもぜひめちゃくちゃいいリズムなんで、概要欄のね、さっき言ったウクレレできるリズムの4のとこに、解説動画あるんで、このアイランドビートっていうのだといいかもしれない。ドンドンゴ、チャッカチャッカ、はい。で、この後8ビートに戻るんですけど、このリズムが変わるときにね、速くなっちゃったり、乱れるんですよ。ガサツククチ。ここのところの8ビートのチャンも忘れちゃいがちなのが、跳ねることですね。ドン、ガサツククチ。こうやって跳ねないといけないんで、普通のリズムになっちゃうんですよ。ガサツクでどんどん速くなっちゃうんで、ここがポイントですね。なんで今日はもう、まず A メロ1番まででものすごいいろんな要素がもうてんこ盛りになっててですね、もうリズムがね、キープするのがもうめちゃくちゃ奥が深いですからね。ここが要注意でございます。で、その後行きましょう。キスしただけで傷つけるんだろう。優しすぎる君の唇と微笑みを。はい、つっただっただ。今の微笑みをのとこで C で、チャッパーン。これも決めですね。チャッカパーンです。これもさっきやったサビの中で出てくる肩落とすみたいなので、ちょっとこうアクセントを後ろに持ってきてるんですね。唇と微笑みボーダン、ダダンダダン。はい。ここがちょっとアクセントとして決めが入る。このかっこいいですね。で、その後またサビが繰り返されるんですけど、ここも、1番の最初のサビと同じ、出だしのとくと同じリズムなんで、それを参考にして跳ねたリズムと裏でトットパーン、トットパーン出てきますからね。で、そこの後半やってみましょう。絶望の風に跳ね広げて、絶望の風に跳ね広げて、前花吹雪、つっただんだだん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 。ここで、もうワンブロック C なんですけど、だん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 、ゆっくりしていきます。C 伸ばして、ちゃんちゃんちゃん。で、ここ、例のブリッジパートです。無口でも、ここはシンプル簡単バージョンと一緒。まあ、伝えよう。満開の桜木が伸ばして、ここまた8ビートのチャンに戻るんですけど、ここで速くなっちゃいがちなんで、シャッフルのリズムの8ビートキープしてください。ワン、ツー、スリー、フォー。励ましてるから。またここで、ダダンダダンダダン。あーと、最初のサビ、花が咲くに行きます。ここのね、桜木がーで伸ばして、励ましてるからのところで、リズムがね、めちゃめちゃ速くなっちゃったりするとね、次のサビに戻った時に、ものすごい速くなっちゃうんで。ここでなるべくこうリズム、ゆったりリズムキープするのがポイントになっています。ここ要注意ポイントです。はい。そんな感じでございます。で、今ので解説終了なんですけど、今ザザッと解説したのを、一個のリズムの中にグッとこと落とし込むで、同じこうリズムのループのグルーヴの中でやりたいわけです。で、しかもさっきから何回も言ってるように、歌がですね、思ったよりもどんどん次の歌詞が畳みかけてくるような曲なんですね。なんで、これはなかなかですね、相当練習が必要だと思うんですけど、この春の時期にエネルギッシュな感じがやっぱするんですですよね。次から次へとこう、なんか花が咲いて芽吹いてくるみたいなね、そんなイメージと重なってですね、テンション高めに行くのがいいと思います。さあ、じっくりちょっと、最初はパートごと見つめていって、後でね、クッとまとめるようなイメージがいいと思うんですけど、ひとまずこう、体を揺らしてリズムキープ。これを大事にしてください。それではやっていきましょう。TOKIO の花歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1、2、3、4!痩せた時代の鏡に映るガサつく唇のそいつが僕ならキスしただけで傷つけるだろう優しすぎるTOKIO の花歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これめちゃくちゃ元気になっちゃうけど、ちょっと難しいけれど、リズムが裏になったり表になったり遅くなったりしてね、これがまあミックスされて、もうこの春のねきらめきがもう表現されているなというふうに思います。じっくり取り組んでいきましょう。はい、5月25の G ラボ祭り、はい、 G ラボユーザーさん、ここ参加してくださいよ。100万円分の商品が当たるかもしれませんからですね、よろしくお願いします。あと、はい、引き続きこっちの本もね、ぜひ読んでね、これ、感想をですね、Amazon のレビューとかに書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしく。あとね、ガズレレではですね、いろいろあるんですけど、このリッドミュージックさんというところから、学語の本をたっぷり出してるんですよ。さっき、ご機嫌ガズレレデイズはいいこと言ってるエッセイ本ですけど、こっちは学語の本、もうありがたいことに皆さんにたくさん手に取っていただいてベストセラーになっております。こっちもご活用ください。Amazon とか書店さん、楽器店さんなどで取り扱いがあります。あとね、ガズレシピというね、アプリがあるんですよ、ガズレレでは。アプリ、皆さんインストールしてくださいね。インストールは無料で、中でね、楽譜変えるものもあります。無料で見れるのもあるんですけど、こっちはかっこいいバージョンも載ってる楽譜なんてめちゃくちゃいいですよ。アプリご活用ください。自動スクロール機能とかね、メトロノームもついてたりかなり便利になってます。でね、このね、ガズレシピのアプリの中で使われてる楽譜が本になったりしてますから、こっちの書籍版もよろしくお願いいたします。で、このガズレレの親戚ブランドとしてですね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ。私と愛するハニーさんが先生役で、世界一簡単ピアノ教室ガズピアノっていうのやってます。私、ガズが考えついて発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化したピアノの弾き方なんで、もうあっという間に弾ける夢のようなね、弾き語りピアノできると思いますよ。これ概要欄に貼っとくんで見てみてください。そしてガズレレではいつもここに水引が挟まっていたり、キャップ被っていたり、この毛糸のストラップだとか、今着てないけど T シャツだとか、もういろいろ楽しいグッズがあるんですよ。ステッカー、キーホルダー、もういっぱいあります。バッジもあるし。その辺はですね、ガズレレ公式ホームページのこのバナー見てもらうと、このバナーにいっぱいありますからね。どっちにしろこのガズレレれる公式ホームページを見てもらうと最新情報などいろいろ出てますんで、いつでもチェックしといてください。さあ、そういうわけで今日のレッスン動画これにて終了でございます。毎日音楽がある生活、素晴らしいですね。どんどん叶っていっていきましょう。それではごきげんよう。さようなら。